やった、アンパンマンとまたできる。アンパンマンとサイカさんと太ももちゃん、お願いします。そらももちゃんだった。ちょっと待って、ごめん。めっちゃ可愛い名前だった。すいません、そらももちゃんでした。太ももちゃんじゃありませんでした。許してください。お、くるりんして、どっか行った。あー長いね、ちょっと死にそう。いいねー、うまいねー。アンパンマン一緒に前行こう。すまん。ほら見て、このアンパンマンのさ、マスク超かわいい。はい、ミス。ナイスカバ。いいねー、ちょっと左から来ないといけない。まあそうだね。あ、やべやべ、アンパンマンめっちゃ好きで、アンパンマンの映画って毎年やるじゃん。だから小学生になってもそれを見ようとしてて、で、あぶね、名字にそうなった。高野家さん、高野家映画は1年に1回好きなの見させてあげるっていうルールがあるのよ。自分ね、ありとあらゆる見たい映画の中から1個だけ選んで今年はこれにしますっていうチケットみたいなのがあるのね。高野毎年アンパンマンに使ってたのよ、それを。ずっとちっちゃい頃から。で、小学校になっても高野はアンパンマンにそのチケットを使うって母ちゃんに言ったら、そろそろ卒業しなさいって言われて。どうなんだろうね。アンパンマン卒業しないとダメなんだったんよ、さすがに。なんか恥ずかしいからって言われて、もっと他のもあるよみたいな、コナンとか、そういうのもあるよって言われて、もう、泣く泣く、え、でも本当に見たいなら別にいいんだけどって。でも、いつかは卒業しなきゃいけないんだから、小学校になったタイミングってちょうどいいんじゃないみたいな風に母ちゃんに言われて、あ、そうかなって思って。すごい悔しかった。もうめちゃめちゃ見たくて。でも見に行くのも確かに恥ずかしかったんよ。結構でかいからもう。で、泣く泣く諦めたのが、もう、今でも覚えてるよ。名前忘れちゃったけど。なんか、葉っぱのさ、葉っぱの男の子の話。やばい、バレる、これ。タカラの年。やばい、これタカラの年バレる、小学生。やばい、やばい、やばい。葉っぱの男の子の話の時に見れなかったよ、タカラは。ドリーまで見たのかな？ドリーちゃんまで見て、あ、待って、違う。ネムネム、ネムネムのなんとかみたいなのも見たんよ。あれ？どこまで見たっけ？その葉っぱの男の子の時は見れなかったのだけはすごい覚えてる。なんだっけ、うわ悔しい、名前出てこん。後で調べるわ。調べて、葉っぱの男の子の話があるんよ。葉っぱに乗るね、なんか原住民みたいな、どっかの国の原住民みたいな目に模様がついてる葉っぱの男の子の話が見れなかった。アンパンマンマジで好き。なんかアンパンマンクイズとかないのかな。だから多分解けるよ、ある程度は。キャラクターソングとか多分全部歌えるよ。全部は無理だけど、わかる？なんか適当にキャラクター言ってもらえればね。だからキャラクターソングカラオケ行ったら歌うから、みんなカラオケ行こう一緒に。じゃあドキンちゃんねって言われたらドキンちゃん歌えるし、食パンマンでって言われたら食パンマン歌えるし、カレーパンマンも歌えるし、バイキンマンも歌えるし、今度歌うわ。有名になったらアンパンマンキャラクターソング歌ってみた出すわ。絶対視聴率取れない。絶対誰も見てくれんやろ。子供限定にして見てもらうか。アンパンマンって結構著作権とか厳しいのかな。やっぱ大人の話をしちゃった。ああ、すいません。焼きそばパンマンとかわかる？みんな焼きそばパンマンの歌もあるんだよ。歌おうか。ジャカジャカジャカジャージャー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 、俺は焼きそばパンマン、知ってる？なんとかの缶とか燃える、なんとかやべ忘れちゃったよ。なんとか缶とかソースは
スペシャルって歌。ルル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 あとね、待って、そんなこんなでちょっとなんかちょっとやばそうだから頑張るわ。負けたくないね。ちょっと勝てるよね、さすがに。やばい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 、アンパンマン乗ろ、ナイス。はい、ナイス。では、いきます。だからまず動物ものまで、順番で言うと、羊、ヤギ、馬、フクロウでいきます。ノイキャン入ったものはできません。それではいきます。動物モノマネドン。ベーベーどう似てた、似てたって言って。じゃあ次いくよ。タカマのモノマネシリーズ、ディズニーモノマネいきます。順番はミッキー、グーフィー、ドナルド、スティッチにします。あ、やばい、バッテリーが、あっ、いきます。待って、ちょっとほっ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 、これ少ねえと。いきます。はは、夢の世界へようこそ。ちょっと似てないわ、もう一回いきます。はは、夢の世界へようこそ。みんな今日は来てくれてありがとう。スティッチ、スティッチ似てない？もう一回いくよ。スティッチ、ああ、どう？スティッチ、ノイキャンされてないといいな。スティッチ、ちょっと今の違う。スティッチ、ほら、これ似てるって言ってもらえないよ。似てるのに、似てるのにさ、似てるって言ってくれないの。で次いくよ。最近取得したおじゃる丸やるね。あ、やばい、やめて、でこいが。最近取得したおじゃる丸ね、いくよ。おじゃ、カエルマ、マイロのプリンはどこじゃ。どう、電ボ、おじゃる丸様。おい、すごくない、これ似てるよね。どう、似てるって言って、褒められて伸びるタイプだよ。だから、あとは、あと何ができるかな。もうネタ切れたわ。持ってないわ、レパートリー。頑張って練習。あ、アンパンマン、アンパンマン、ほら。ボク、あ、違う。バク、バ、バ、バ。アンパンマンね、声のあれが必要ないよ。調整が必要。ボ、ボ、ボク、アンパンマン。ほら、いい感じじゃない？アンパンマンも全然。あれ？本物どこ？今いたよね。ナイス。ちょっとよくわかんないけど、捨てとこ、その辺。いるの？あの上ね。降りた。あれもできるわ。ああ。アナゴさんやるわ。いくよ。ふーぐたくん、トゥルラー。どう、似てる？ふーぐたくん、トゥルラー、セルラー、ウォー、スプラトゥーン。どう、もうないわ。これこんなことやっててさ、ただのもう飛び込んでってるだけで何もしてないからさ、これ先般すぎるんだけど、これ大丈夫？刺し頃じゃなくて、なんかハケ系の戦い方しちゃってんだけど。え、ちょっと押されてるかね、これ。やばい、ちょっとアンパンマンに頼りすぎてる。
僕アンパンマン、君はアンパンマン。はあ、後で自分で録画確認して全然あ似てなかったらボツにしよういやしないわ、悲しすぎる。どうだろう、あと何がさ簡単なんだろう。普段のこの個室でいけるのってなんだろうね。あの校長さんとかさ、しのぶさんとかって多分この高菜のこの詰まりきった声だと多分できない。もしもーし、もしもーし、もしもーし、もう死にかけの人みたいになっちゃうからさなんかああいうサラサラ可愛い系の声じゃなくてさ、こうなんかキャラクター味のあるチョッパーとかねできたらいいんだけど、あれはね郁恵さんは噛みすぎるからあの声は出せないよ。やばい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 、勝った勝った、あと1回勝ったらもう5連勝じゃない、0敗の。てか今日負けてなくない？1回もよな、すごいわ。これ終わったら一回お昼寝しよう、眠くなってきちゃった。今日はお休みです。ああお昼寝したらさ、あれなんか文字書いてあった、何今の。お昼寝したら夜眠れんくなるんよな。でもそれでさ夜めっちゃゲームしちゃってさ寝不足で行くんよ。でその仕事始まるさ初日なのにさ疲れを鬼ためるっていう、よくないね。もうお昼寝したいじゃんね。いや20分で起きるのがいいんだってお昼寝は。だから2時間寝ちゃうからさ、そりゃ寝れんくなるわな夜。どうしたらいいんでしょう。だって気持ちいいじゃん、お昼寝って。でもね、2時間寝ると最後、金縛りに合うんよな、高菜大体。もうね、苦しいよ、金縛り。合う？みんな金縛りなる？もう当たり前のようになるんだけどさ、高菜。もう息できないのね、あれって。高菜の金縛りは。息できないの。息できなくて、でもう、ってなって、ブワーってなんとか起きるんよ。もう指とかも動かないから、起きろ起きろ自分起きろ自分って頭は思うんだけど、もう息できなくて苦しくて。でもね、寝ちゃうの。目が閉じてっちゃって体がね、動かなくなる。マジでやだ。金縛り嫌い。だから、たかなが、ブワーってなってたら、もし近くを通る人がいたら起こしてほしい、たかなのこと。お願いします。たかなが道で金縛りに遭ってたらみんな起こして、お願い。とりあえず声かけて、たかなが、苦しそうな顔して寝てたら、あこの人寝てるなーじゃなくて金縛りに合ってるかもしれないって思って声かけて、そしたらもうありがとうございます、今ちょうど金縛ってたとこなんです、助かりましたって言うから。なんかあるんかな、金縛り解く方法みたいなの。ちゃんとググればやり方、親指を中に入れましょうみたいなわかんないけど竿をグッと噛み締めましょうとかさ、動けないから解決できないよな。頭の中でなんだろう、雪見大福と10回念じましょうとかあるのかもしれない。うわーごめんなさい、突っ込んでってばっかでごめんなさい。だってくっちゃべってるとさ頭が動かせなくてさ、ちょっと眠いね。スプラトゥーンってさ集中続かないんだけど、高野だけ？みんなどれぐらい無限にできるの？おーナイス、ちゃんとスプリンクラーをバリアに使って自陣に帰る、偉いね。危ない危ない、ナイスバリアだねそれは。あいいね、これは飛ばない、飛ばない飛ばないで、いい子にトリルを貯めてよ、念のためトリルを止めて、止まらない。あ、ナイス。え、大丈夫か。大丈夫だよ。びっくりした。負けたかと思った。てなわけで、ちょっと、足りない。まあまあこれくらいは、あっちで、なんだっけ、オープン戦で貯めていけるとして、はい。てなわけで。てなわけで、てなわけで、
ちょっとあと8ポイント足りなかったんだけど、もう昇格戦でね、次はね、いけるので。今日は喋りグダグダだし、久々すぎてプレイグダグダだったけど、まあ、OK。BGM にしてね。じゃあ次は昇格戦でお会いしましょう。さよなら。